皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。お笑いコンビオードリー、若林正康、春日俊明が21日放送のオードリーのオールナイトニッポン日本放送毎週土曜深夜1時に出演。若林がキングプリンスのライブツアーキングプリンスライブツアー2023ピース ケイアリーナ横浜公園を観覧したことを明かした。写真、オードリー若林の再現がすごいと話題のキングプリンス高橋海人。若林正康、高橋海人に申し訳なく思ったことを告白。今日金プリのライブ見に行かせていただいた、とキングプリンスのライブを観覧したことを明かした若林。ライブ終了後、 楽屋に挨拶に行った際に日本テレビ系ドラマ。だが、情熱はある2023年4月期で若林の役を演じた高橋海人。こう、和正式には、はしごだか、から、ドラマ観てからファンになってくれた方もいるんですよ、と言われたのだそう。それには若林も、そんなん俺たちがそうじゃん。 ドラマ見るまでオードリーあんま知らないみたいな、そういう人たちまでラジオ聞き始めてくれたりとか、してる、と、同じくドラマからオードリーに興味持ってくれた方も多いと明かした。さらに、アマ君に向かって客席からカスがみたいに胸を張るファンの子がいる、とも聞いた若林は、実際やってるの見てたんだけど、アマ君はそれに対して、トゥース、で返してた、と告白。 その様子に、俺申し訳ないなと思って、すぐできるギャグがないからさ、と申し訳なさそうに語っていた。若林正康の自虐、カスが年明が突っ込むまた、ドラマの主題歌である、何者も聞けたという若林は、生で聞けたの嬉しかったなぁ、と感動。さらに、キングプリンスファンの熱気に、信じられないな。 この人たちおそらくほぼ、だが情熱はある、似てるんだろうなって思うわけですよ、としみじみと口にした。続けて、改めて思ったね。俺なんかがドラマでやるなんてすみませんって、と自虐的に話す若林に、相方、春日から、まだ、ドラマ開始当初ならわかるけど、と突っ込まれる場面もあった。モデルプレス編集部、情報、 日本放送。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。